オッケー。じゃあどこが皆さんに教えますか。いろんなポーズがあるからな。さあ出ました。買い作ってまた気合入れて作ったね。さあなんかおかしくないポーズ。ゴローマルになってますね。ゴローマルになってます。ゴローマル。じゃあ横向いたらめっちゃプリケツなわけ。めっちゃプリケツなってる。横もね、あの一回ね、ほらゴローマル選手のポーズでねツイッター上げたもんね。そしたら本当にゴローマル選手からリツイートが来たんですよ。びっくりしたね、横もね。びっくりしました。そっからもう何回もするようになっちゃった。気に入ったのよりもずっと。この前もね、熊本で試合が行われまして、熊も応援に行ったもんね。それで、あの五郎丸選手もやっていて、やっぱガタイが違いますね。ガタイが違う。そんな変わらんて。そんな変わらんて。確かに肌こんぐらいあるかもしれないですね。あ、ムキムキだと。振り返ってムキムキポーズしなくていいからね。これよかですか？ムキムキポーズは大丈夫ですか？割れとるてお腹がね。なんか6つに、ま、6つ違う、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個も割れてるそうですよ。お腹が見えます。10個割れてます。福岡の方は皆さん正直です。見えない。見えないってバイバイ。これが現実でした。このぽよぽよお腹がね。ぽよぽよお腹でした。よかよか。巻いて巻いて。話がそれとそれとそうだった。尺尺。あ、尺あと15分しかないと思う。はい、今。さあ、熊本城のポーズを作りました。熊本城行ったことある方、どれくらいいらっしゃいますかね。あら、ほとんど。ほとんど。あ、どうもありがとうございます。ね。とってもかっこいいですよね、熊本城。本当。あの石垣が何とも言えんね、あれね。武者返し、武者返し、すごいそびえてますね。その熊本城のポーズです。じゃあ熊本もう一回、せーの、よいしょ。はい、ここ天守閣です。天守閣ね、五郎丸じゃありませんよ。天守閣を作ってます。五郎丸は作るとね、プリケツになるとね。はい、その時ね、ゴールをね、ちゃんと見て定めてキックするのね。また話がそれたかい。巻いて巻いて巻いて、シャクシャクがあるから。時計見たけどつけてないね。あとは、